激戦の結果、地下道から猛徳率いる本隊もそろそろ到着するはずだ。合流し敵を包囲するぞ。敵将、私が倒した、城の出入り口を抑えれば総飛軍を追い詰めることができますね。猛徳め、心を攻める戦などと言っていたな。誰の入れ知恵だか知らんが、お見事な戦です。まるでその覚悟のほどが花となって咲くような。俺が叶う相手じゃねえか。私が倒した。地下道を抑えられてしまった。これでは皆が不安を抱いてしまう。じわじわと追い詰められていく。この感じ、嫌な過去を思い出し、わくが違ったわ。士官は目の前に。全軍すれ、門をこじ開けよう。先行部隊は手はず通りやっているようだ。このまま包囲ねば。三成の描いた策の通り進んでおるようだな。猛徳が来たか。本隊と合流するぞ。また戦いが始まるのですね。私が静かに核を奏でることすら許されないとは。曹操殿まで現れたか。地下道も塞がれ、俺たちに未来はあるのか。積み代わりにお見事なデビュー。雨土も見入られておりましょう。父は先行部隊と本隊とで敵を包囲する気か。鍵を持つ者もいるようだな。逃げ場をなくした上で攻め立てるとは、周到な戦をなさいますのね。父の狙いは城を落とすことではない。我らの降伏よ。先行部隊との合流はなり、もはや敵は袋のネズミ。これが心を攻める策か。私が倒した。あとは待つのに。敵は勝手に崩れるはず。もはや勝ち目はない。逃げ場もない。我らは降伏するぞ。門を開けよう。早くも下る者が出たか。
投降は連鎖する。この流れが続くと。いいな。全ては投降を誘う策。宗妃殿の読み通りだったのですね。ほう、士官は策を見抜いていたか。この成長、喜ばしく思うぞ。サビは撃った。これより反撃機に移る。行け。行け。しかも投降を防がんと撃って出るか。全軍、敵の迎撃に備えよう。さて、次なる策に移るか。どういうこと？城門が閉ざされて味方と連携が。知らぬうちにネズミが入り込んでいたか。やってくれる。案外辛いね。ですが策はなりました。半兵衛殿、敵城へ侵入しての攪乱、お見事です。へへ、昔取った杵塚ってやつ。狭い城の中って指揮系統が混乱しやすいんだよね。敵は孤立し浮き足立っています。今のうちに括弧撃破してしまいましょう。策はなったか。わしは士官に会いに。我が軍は分断され総崩れ。ならば父よ、私自ら出迎えよう。ああ、我が君、神々しいですね。見事な手際だった。そう言っておこう。お見事な戦です。まるでその覚悟のほどが花となって咲くような。見事な手際だった。そう言っておこう。お見事な戦です。まるでその覚悟のほどが花となって咲くような。すげえ、マジかっけ。もう俺らガチでいけてね。やったね。君がいればやっぱ楽できる。孤立した敵を撃つぞ。敵将、落とす。ラン、修羅に入ります。行け。俺はこっちの敵。行撃つ。正則、向こうは頼んだぞ。ああ、やられんなよ清正。カコートン様、ずっと気になっていたことがあります。あなたはなぜ主を呼び捨てになさるのですか。わからんのだ。ならばお前も呼んでみろ。わしが出よう。あの魔王どもの前は滅びる信長。な、なんと無礼な。そんなことをするくらいなら、ランは死を選びます。いいだろう。半兵衛の策、
鮮やかよな。我が陣営にもあの才が欲しいものよ。軍師なら大勢いるでしょう。うちの半兵衛はあげられないわ。足が出よう。出る。いいだろう。酔いしすべて飲み干さず。うんざりですわ。罪かわりにお見事なビル。いいだろう。雨土も見入られておりましょう。足が出よう。来たれ、炎の剣を。ふん、死ぬといい。出るぞ。押して参る。怒り。確保現状が打ち取った。わしが出よう。いいだろう。わしが出よう。しかも久しぶりだな。父よ、立場をお忘れか。我らは軍を率いる者同士、馴れ合いは許されん。お主の言う通りよ。
こんな渋滞をさらすとは。父よ、意地を見せましたな。この城と宝は好きにされよ。うん、宝とな。宝とは これでいいだろう。